先に9つ白星を並べたい横綱の白鵬。琴美月は横綱の上手を封じることができるか。表情変わりません、横綱の白鵬。踏み込んだ横綱上手はまだ嫌っている。右を差した、右四つになった。まだ上手は両者取れない。上手を取りました白鵬。外掛けに行った、切りに行く琴美月。横綱ちょっと足技にこだわっているか。上手が深い白鵬ですが寄り切りました。白鵬の勝ち。最後は右の前回し。白鵬9連勝、全勝を守りました。しかし中にちょっと気になる動きも北の富士さんありましたね。いや、あの外掛けですか、はい、あれ切り返しに行こうと思ったのかな。あ、立ち合いちょっと飛んだね。あのピョンとこう釣り足じゃないね。でしたね。踏み込みがちょっといつもの踏み込みと違う。これやはりこう琴美月戦という意識があったんでしょうか。特別な意識が、いや、タイミングちょっと合わなかったんですよね。まあ、相手も大関だから、はい、まあ、慎重には行くでしょうね。まあ、ここまで来たらもう、もう大丈夫。もうこの上手を先に取られてしまいましたね、琴美月はね。もう上手を切りに行った琴美月ですが、ちょっとやはりこの足の動きが気になりますがね。まあ、心配するほどのもんじゃないですよ。ああ、そうですか。うん、まあ、余計なことだよね。余計な足だとは思うよね。うん、まあ、あの琴美月戦といいますと、一度あの白鵬もこう釣り落としに行こうとしたりね、ということがありましたけどね。まあ、苦しめるとこまでもいかなかったね。やっぱ強いね。安全だね。安全ですね。9連勝の白鵬です。明日は千代大海戦です。9連勝を見届けて土俵に上がりました朝青龍です。198センチ179キロバルトの挑戦を受けます。モンゴルウランバートル出身高砂部屋西方関脇バルト、エストニアラクベレ県出身尾上部屋、呼び出しは秀夫、行司は木村庄之助。本日結びの一番であります。過去は4対0朝青龍がリードしています。バルトはまだこの朝青龍白鵬どちらにも勝ったことがありません。これが13回目の横綱戦になります。先場所立ち合いの失敗を、まあ、今場所前までは精神的に引きずっていましたこのバルト。まあ、ある意味バルトにとってはこの朝青龍戦というのが
その自分の相撲のなんて言いますかね、うん、こう先場所の後悔をこう払拭できるチャンス。この横綱にはね、つける隙がないもんね。やっぱり両回しを引かせてくれないまずね。ですからこの横綱には一番勝ちにくいでしょうね。先ほど向正面の勝田川さんがおっしゃっていましたが、もうそうなりますともうバルトはもうがむしゃらに力で、この持ってる体力をね、ぶつけていくことでしょうね。そして宮部屋に見せたような突き放し、はい、これは一つうまくはまればね、やはり攻めるチャンスもあろうかと思うけど、ね、なかなか。朝青龍、昨日珍しく取組後の支度部屋で、まあ、白鵬と向こうの横綱と千秋楽までこういう状況で行きたいねというふうにね、話を発言をしました。余裕ですね、勝利を。パワーで対抗したいバルト、今日の結びです。踏み込んだ、下手を取りました朝青龍。バルトは右から抱え込む。さあここからバルト力、朝青龍は右からをつける。低い体勢朝青龍、打ち無双。バルトは右から抱え込んでいます。右相手の左に差し手を嫌っています朝青龍。ガッとこの体が飛んで起こしに行った。あーっと中に入られた、もろ差し。右の上手バルト。しかし朝青龍は両右の前回し、左も深くしています。バルト出る、右の上手で残りました。おっと朝青龍が首を逆に突っ込んで上手を切りました。力相撲1分経過。バルトはしかし回しは取れない、決めていく。下から押し上げました。朝青龍9連勝。時間がかかりました朝青龍。バルトにもチャンスがあったように見えました。今場所初めて大銀杏が乱れている朝青龍です。ただ今の決まり手は押し出し、押し出して朝青龍の勝ち。まあバルト前線しましたよ、ね、チャンスはなかったけど。チャンスはなかったですか。ないね。あ、もっと激しくね、ガブってこの胸を頭をこう起こしに行くこともなかったね。ただ横綱苦しい、横綱自身は苦しい場面ありましたよね。苦しいですよ。やっぱりあの体はやっぱり大きいね。上からガッと持ち替えられたらもう横綱こんなにいい気があっちゃってね。今場所初めてですね。向こう上面の立田川さん、はい、立田川さんの側でこうねバルトが右から抱え込みましたが、そうですね、抱え込んでですね、上手取ったんですけども。上手取ったんですか。あれ上手途中取りましたよね、バルト。そうなんですか。バルト途中で取りました。最後この後ですね。この後ですね、はいはい、この後取りましたですね、はい、これ頭入れて切るんですね、これ横綱ですね。横綱ですね。いや、これ何をするんだと思ったんですが、この頭入れて切るんですよ、これ。怪力にはもう全身を使って回しを切るという感じですかね、はい、そのぐらいこの上手嫌だったんでしょうね。あ、この上手を取られてるんじゃ寄れないと思ったんでしょうね、だからもう頭、ああいう切り方初めて見ましたね。いや、なかなか見たことないですね、この切り方で。そのからまた戻して今度両前ミスですもんね。あ、もう万全ですよね。そうでしたね。